いつまでもゴロゴロしてんじゃないわよ、この引っこもりニートが。もう限界。生活費ぐらい払ってくださいよね。生活費って私が？ミワさん以外に誰が払うのよ。ふざけた態度でイラつかせないで。ちょっとどうしたのよ、ももこちゃん。なんだかいつもと違う雰囲気だし、それに引きこもりニートって私のこと？だからあんた以外に誰がいるのよ。働きにも行かずに一日中ゴロゴロしやがって。ゴロゴロしているだけでもお金が発生するの。光熱費に食費に生活消耗費。居候なんだから本当は全部あんたが出すべきなのに。なのに自分の分だけでも出すどころか1円も出せないとかありえない。ちょっと待ってよ、イソロは桃子ちゃんたちの方でしょ。ここは私の家で、そこに弟夫婦が転がり込んできたんじゃない。はぁ、あ、勘違いやめてもらえますか。この家は長男であるトシヤくんのお家です。あんたの実家ではあるかもしれないけど、所有権は彼にあるのよ。え、ミヤさんは一度も実家から出ずに居座ってるだけの居候よ。本当は弟夫婦に譲ってとっとと出ていくべきなのに、そこを特別に今まで通り終えてやってるだけなんですからね。なのに自分の家だと言い出すなんて、自分の立場をわきまえろ、クソニート。なんですって？今まではずっとトシヤくんがミヤさんをかばっていたんです。たった一人の姉だから許してやってくれって。でも生活費も払わずにゴロゴロされてちゃ我慢の限界。今まで通り暮らしたいならせめて生活費だけは払ってください。それが無理なら出て行ってもらいますからね。ちょっとトシヤ、これ一体どういうことなの？どうして私がモモコちゃんに生活費を請求されなきゃいけないの？桃子が何か姉ちゃんに言ったのか？とんでもない勢いで連絡が来たのよ。クソニート呼ばわりされて生活費を請求されたわ。え、だからどういうことか説明してくれる？同居はトシヤから私に頭を下げて頼んできたわよね。会社をリストラされたから助けてくれって。それで家賃無償で同居を許してあげたのよ。その代わり生活費は2人が出すって約束よね。はい、姉上のおっしゃる通りです。それにこの家もいつからあんたのものになったのかしら。桃子ちゃんが実家は長男のものだって言い出してびっくりしたわよ。え、そんなことまで言ったのか。うちは早くに両親が亡くなって、でも両親の遺言でこの実家は私が相続したはずよ。もちろんトシヤも納得してのことだったわよね。それが一体どうしてこんなことになっているのかしら。いろいろとごめんなさい。でもお願いします、どうか俺の話に合わせて桃子をごまかしてください。はあ、その実は俺リストラになったことをまだ桃子に伝えてないんだよ。なんですって？こんな大事なことを妻に隠すなんて何やってるのよ。バカなことをしてるって自分でも思ってるよ。でも俺にもプライドってものがあるんだよ。それでだんだん隠し通すために嘘も増えていった。だから桃子のことは怒らないやってくれ。まったくあんたって子。それじゃあ具体的にどんな嘘をつきまくっているの？まずは俺はリストラに会ってないし、むしろ昇進したって話しちゃって。はぁ？そしたら桃子はそろそろ家を買おうよって言い出してさ、だからそれをごまかすために実家を使ったんだ。実は実家は長男の俺が相続しているから実家で暮らそうって、住みながらリフォームでもしていこうって。なるほどね。だから長男の家だって言っていたのね。あとは姉ちゃんのことなんだけど、ごめん、俺が無職のニートだって説明しちゃったんだ。それもあんたがついた嘘だったの？これもしょうがなかったんだよ。早めに実家に引っ越そうという話になって、だから姉ちゃんを追い出してくれって頼まれてさ。でも本当は姉ちゃんの家だから追い出せるわけないし、だからつい姉ちゃんは無職で遺産を食い潰して暮らしてるって、かわいそうだから追い出さないであげてって。バカバカしすぎて頭が痛くなってきたわ。よくそんなひどい設定にできるわね。だからしょうがないって言ってるだろ。それぐらいしか思いつかなかったんだよ。俺もごまかすのに必死だったんだ。しょうがないで片付けるんじゃないわよ。あんたのせいで私は桃子ちゃんに目の敵にされて二度扱いされたのよ。今すぐ全部訂正してきなさい。そして本当のことを打ち明けてきなさい。いやだ、本当のことなんて今さら言えるわけないだろ。はあ？じゃあこれからのことはどうするのよ。今後もそのアホな嘘設定に私を巻き込むつもりなの？大丈夫、
あともう少しで仕事が見つかるからさ。そしたら全部桃子に本当のことを打ち明けるよ。それに実家からもすぐに出ていくから。本当にもう少しで仕事が見つかるの？あんたが我が家に転がり込んでもう半年、全然就職先が見つからないって言ってたじゃない。それがようやくいいところを見つけたんだよ。しかもそれなりのコネがあるから採用面接も絶対に通るはず。本当にあと少しで仕事が見つかるんだ。だからお願いします。少しだけ我慢してください。たった一人の弟のために協力してよ。それは言われたら仕方がないわね。分かったわ。じゃあ少しだけあんたの嘘に協力してあげる。本当に？ただし私にも我慢の限界ってものがあるからね。あまりにも桃子ちゃんからの言動がひどい時は問答無用で追い出すわよ。分かった。絶対にすぐに仕事を見つけて出ていくからね。本当に協力してくれてありがとう姉ちゃん。ちょっと桃子ちゃん、これは一体どういうこと？いきなり警察が家に来たんだけど、しかもこの家から出ていくように言われるし、さすが日本の警察は仕事が早いですね。通報してすぐに駆けつけてくれるとか結構やるじゃん。え？桃子ちゃんが警察を呼んだの？はい、私が通報してやりました。もう一個もいニートのミワさんには我慢の限界ですからね。おとなしく出てきてくれないなら最終手段に出るしかないんです。だから警察を頼ることにしたんです。はあ？だってミワさんあれだけ言ったのに生活費払わないんだもの。しかも相変わらず仕事も探さずに家でゴロゴロ。そんな舐め腐ったババアなんてもう知りません。だから不法侵入として警察に通報してやったんです。警察に捕まりたくなかったらおとなしく出ていけ。ちょっと待ってよ。私が不法侵入って何よそれ。私はただ自分の家で暮らしているだけなのに。だからその家は長男であるトシヤくんの家なんです。ミワさんの家なんかじゃありません。あんたはただトシヤくんの善意で居候させてもらってるだけだから。はあ？だから最低限の生活費だけは払うように私はお願いしました。それができないなら出て行けとも言いました。なのにミワさんは1円も生活費を払ってくれないし出て行かないし、家主の言うことを聞けない人はこの家に住む権利はありません。もはやただの不法侵入なので出て行ってください。なんてめちゃくちゃな理屈なの。しかもこんなことで警察まで巻き込むなんて。悪いけどちゃんと理屈なら通っていますから。私の兄ちゃんとネットで調べたの。家主の許可なしに家に居座ったり退去しないときはたとえ家族でも住居侵入罪になるんだよ。そうなの？だから警察も動いてくれたんですよ。これで自分の立場がよくわかりましたか？あんたは今かなりヤバい状況なの。早く出て行かないと前科がつくんだからね。うん、よく理解したわ。今警察の人からも丁寧にお話を聞いているところだし。じゃあさっさと荷物をまとめてくれますか？生活費払わない帰省中は今すぐ出て行け。出て行かないなら住居侵入罪で警察に突き出すわよ。じゃあそっちが出てって。え？そっちがそう出るならこちらも出るまで家主としてあなたたちに命令するわ。今すぐ私の家から出て行って。それが無理なら同じように警察を頼るからね。家主の退去命令に従わないので住居侵入罪で捕まえてくださいって。はあ？ミワさんはこの家の家主じゃないでしょ。この家は長男のトシヤくんが相続したの。ただの居候が調子に乗るな。調子に乗ってるのはお前だよ。家を相続したのはこの私。弟のトシヤはその代わりに現金を相続したんだから。え？言っとくけどこの財産分与は両親の遺言に従っているだけだからね。しかも大学生の時には2回も留学していて費用も全額親持ち。対して私はずっと公立に進んで全くお金もかかっていなかった。それを両親が気にして遺産で平等になるように調整したの。それでご実家を相続したのがミヤさんなの？こういうのは長男が相続するものなのに。うん、長女の私が相続したわ。実家は古いけどこの辺じゃ一等地だからね。資産価値としてはそれなりにあるの。そんな、もちろんこの財産分与については弟のトシヤも納得済みよ。むしろ古い家より現金をもらえることに喜んでいたわね。
そしてそのお金で盛大な結婚式まで挙げて。ちょっと待って、私たちの結婚式費用は全部トシヤくんが出してくれたけど、あれって全部ご両親の遺産なの？トシヤからそう聞いているわ。遺産のおかげで同年代の友達で一番豪華な結婚式ができたって。ももこちゃんも大喜びだったし、最高の使い道だって。そんな、私は全部彼の貯金だと思ってたのに。婚約前に結婚式はいくらかかっても大丈夫だからって言ってくれて、だから私が思ってるより稼ぎある人なのと思って、それで結婚を決めたのに、まさか遺産だったなんて聞いてないわよ。挙式費用だけで1000万近く使ったんだっけ？でも当時のトシヤの貯金は確か300万程度。全額遺産を使い切ってやったぜって浮かれて話してたっけな。え？しかも遺産が残ってないの？それどころか仕事もないけどね。え？せっかくだから全部教えてあげるけど、トシヤは随分前にリストラされたの。それで生活費に困って私に泣きついてきて同居することに。でもあいつまだ仕事が見つからないんだよね。あ、ちょっと待ってよ、リストラって何よそれ、私そんなの聞いてない。でしょうね、だってトシヤが必死に隠していたもの。でもやっぱり夫婦間で隠し事ってダメだよね。二人でたくさん話し合ってよ。ただしこの家から出て行った後にね。え？とりあえず警察の人には帰ってもらったよ。でも桃子ちゃんたちがすぐに出て行かないならまた来てもらうから、前科をつけたくなかったら早く出て行ってよね。姉ちゃん、なんか警察から留守電が入ってるんだけど、どういうこと？家で何かあったの？ええ、あんたのバカ嫁が警察を呼んだのよ。そして私を住居侵入罪で追い出そうとしたの。だからさすがに怒って桃子ちゃんには出ていくように伝えたから。え？いきなりこんなこと言われても状況を飲み込めないわよね。でも私も我慢の限界なの。だから今日中にあんたたち夫婦には出て行ってもらうから、そろそろ仕事が決まるって言ってたし、なんとかなるでしょ。いやいや待ってよ、全然大丈夫じゃないから追い出さないで。仕事はつい先採用断られたところなんだ。え？金があるとか言ってたのに落ちちゃったの？それが想像以上にひどい会社だったよ。絶対にここなら決まると思ったのに、結婚式であれだけ金を使ってやったんだ。だから恩を感じて採用してくれると思ったのに。あ？ちょっと待って、あんた一体どこを受けてきたの？挙式した結婚式場だよ。たまたまネットで見てたらかなりホワイト企業らしくてさ、春場で探す仕事は給料低いし、職場の雰囲気も微妙だし。でも結婚式場なら毎日楽しそうだろ。だから今は採用してないみたいだけど、無理やり頼んでみたんだ。そんなの速攻で落とされるに決まってるわよ。あんたってここまでアホだったのかしら。なんでだよ、俺は1000万円も結婚式場に使ってやったんだぞ。だったらちょっとくらい採用してくれたっていいじゃないか。はいはい、そういう愚痴は桃子ちゃんにでも話してちょうだい。実は無職なことも実家の家主が誰なのかも全部バラしてやったから。え？桃子ちゃんには早速荷物をまとめさせているわ。だからあんたも今すぐ帰ってきて荷物をまとめなさい。ちょっと待ってくれよ姉ちゃん、この状況で出ていけるわけないだろ。マジで金も仕事もないんだよ。知るかボケ。それにリストラでの無職はともかく、お金がないのは自業自得。あんたが見栄を張ってクビになったこと隠し続けたせいでしょ。働いてるふりしてずっと生活費を渡し続けて、そんな貯金もあっという間になくなるわ。そしてクビも回らなくなってきた頃に私に頼み込んで転がり込んで。それはそうなんだけど、でも俺に協力してくれるって言ったのに。我慢の限界が来るまではね。でもその我慢が来たんだから仕方がないでしょ。もう私は二度とあんたに協力しないからね。お願いしますミラさん、今までのことは謝りますから、もう一度私たちと同居してください。生活費全部出すので家に置いてください。もう無理です、どこかの格安アパートに引っ越したと聞いたわ。悪いけどそこで二人で頑張ってちょうだい。じゃあせめて少しだけ生活費を援助してください。はあ？ミヤさんって実はかなりのお金があるんですよね。ただのニートなんかじゃないってケイスケ君から聞きました。元会社経営者で会社の売却に成功したんですよね。貯金が数億もあるんですよね。そうだけどそれが何か。悪いけど私を頼ろうとしても無駄よ。もう弟夫婦には一切関わらないって決めちゃったから。そんな冷たいこと言わないでください。私はただ何も知らなかっただけなんです。っていうかケイス
介くんに嘘をつかれていた被害者なんです。好きでミオさんをニート呼ばわりしていたんじゃないんです。それも一理あるわね。ももこちゃんはケイスケの嘘に振り回されていただけだもの。むしろかわいそうなお嫁ちゃんよね。そうなんです、さすがミヤさん分かってくれるんですね。でもだからといって警察に通報はありえないよね。私を寄生虫呼ばわりした逆に警察に突き出そうとして、あの言動や行動はちょっと許すことはできないかな。そんな、なあ、そうそう、せっかく連絡をくれたついでに聞きたいことがあるの。ももこちゃんって何度か勝手に私の部屋に入ってる？なぜか私の部屋からいろんなものが消えてるんだよね。え？ずっと黙っていたけど、ずいぶん前から気づいてるから。だからこの間警察が来た時についでに相談しておいたの。そしたらとても心優しい人たちでね、窃盗の被害届を出すことを勧められたんだ。なんだったら指紋も取りますよって言ってくれたの。指紋？多くは言わないよ。でも心当たりがあるならすぐに返してね。そしたら被害届も出さなくて済むし。それじゃ私はこれで、ケイスケに早く仕事を見つけろよって言っておいてね。そしてその夕方、ポストの中には今まで消えていた服やアクセサリーが全部ぎゅうぎゅうに押し込められていました。そしてそれっきりももこちゃんから連絡が来ることはありません。風の噂によると、ケイスケはようやく見えっ張りをやめてハローワークで紹介された仕事を始めたそうです。しかし給料は前職の半分程度。生活のためにももこちゃんも近くのスーパーでパートを始めたようで、二人でつつましく頑張っていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。